本部山古墳は、大阪府堺市北区赤畑町にかつてあった古墳時代中期の古墳である。もず古墳群の中の一揆であった。小持間まが東京国立博物館展示。出土品東京国立博物館像。松戸市立博物館企画展示時に撮影。両母参考地の五病山古墳の公園部の号外にあり、昭和24年に土取り業者による。 再度工事によって消滅している。直径50メートルの塩粉と推定されている。土取りによる破壊が突如行われたが、緊急調査が、学生考古学研究会の森光一らによって行われている。出土した異物は、通常、古墳副装品と呼んでいるものとはかなり異なり、活石性の採取異物を大量に含んでいた。活石製品は、 この地まがたま4個、まがたま725個、ふとう6個、かま13個、トース160個、そうあな円盤1個、くわがた1個、うす玉約2万個があった。このうちふとう、かま、トースは本来は、鉄製力であるものを、再使用として、活石で製作しており、実用には使えない、石製模造品である。また、 曲玉もソーシングではなく活石で簡便に製作したものであり、薄玉もガラス製小玉などの代用品であろうとしている。玉類に穴が貫通しているのは自然として不当、不団、鎌、通すにも必ず1孔か2孔を開けられており、これらの使用方法としては、玉類を延々と連ねて、おそらく樹木の枝にかけ、不団、鎌、 トースもそれぞれ個々に懸垂させ、クリスマスツリーのように飾る神事に使われたものではないかとしている。活石製品の他には二面の銅鏡と、刀、剣、矛、矢尻、トース、布刀、雲出形鉄器などの鉄製品があったが、モズ古墳群や古市古墳群の古墳によく見られる、甲冑類がなく、活石製品が大量に埋納され、死を使用した形跡もなく、 しかも人体埋葬の行われたことを示す資料もなかったようである。大型古墳に付属した位置にある培長に大量に異物を埋納しながら人体埋葬の形跡のない類例の一つではないかとされている。ありがとうございます。